それは人気出ないわ。急なピョンピョンはダメだ。みんなダメ、うん、急なこの沈黙のピョンピョンはそれはもう無理。何で盛り上がってたの？いや、何も別に盛り上がってない。盛り上がってない。そうでした。ダメよ、うん、そんなキャラやめな。ピョンピョンとかやめな。いや、むしろいいんじゃないですか。いいの？動物のコスプレとかしたらそれずっとできんならいいよ。炎が頑張る。でも頑張るべきだよな。いや、そんなことないよ。十分頑張ってる。ただ時代が追いついてない。炎にね、うん、いや、うん、そういう方面でも頑張るべき。やっぱ、あ、時代が追いつくようにってこと？違うじゃん、今の時代になったってことでしょ。うん、でもむずいよね。ただいまです。元気だったらよくない？誰がショールマイムなんだろう。だったらだったんだろうね。うん、うん、通知来た。またスワラじゃないの？ああ、そうかも。そうかも。バグってないんだよ。ん？バグってるって来たけど、バグってないよ。スガラが、あ、大丈夫、ありがとう。うん、ありがとう。ん？美味しいよね。電話してたから。もうまじゃ太っちゃうよ。やってないんだっけ。大丈夫、体すこやかちゃがいるよ。飲んで。味方、出るのないん。え？肉だ。そう、私ね、今日ちょっと電話することが多すぎて、画面が切れてます。すいません。喋りすぎたね。何そんな喋ってたんですか？いや、掃除で。ああ、うん、いつの？ん？なんて書いてあるの？いいね、来ましたみたいな。読めないし、このキャラでも。ね、なんかね、眼科行かなきゃって言うから、眼科行ったら迷惑なんのって言われたら、コンタクトつけないでくださいって怒られる。え？ほのが？だってやばいもんね。何やば？まあ、何？でも寝ちゃうじゃん、そのまま。ああ、そうとかでしょ。うん、でもさ、違う違う。目がよく見えないから眼科に行くってのは何しに行くの？見えないですって言うの。視力とか合わせるじゃない？じっと合わせるでしょ。うん、なんでつけないと合わせる。合わせても意味ないですよね。乱視ひどすぎて見えない。乱視はそのコンタクトつけないことによって回復するの？しない。乱視用のコンタクトをしないと。じゃあ乱視用、今でも乱視用のコンタクトは合わなくて、限度があるとかじゃなくて合わない。合う、合う乱視用でも乱視用って少ないよね。そう、少ないし、可愛いのないし、ちょっと高いし。やめたら。コンタクト。何を？眼鏡は。眼鏡は。生きるの？ん？コンタクトを。コンタクトを。うん。うん。もう。だが合う。これでも目。目。そんなことないってば。え、こん、でも眼鏡にしたらこれやん。あ、それはね。でマイクは見えないけど頑張って生きてる。うん、何も頑張って生きてるから。めっちゃさ、まやちゃんにバカにされるのね、うちら。で、バカにしてないよ。また目見えてないみたいな。で、見えてない。てか、このマイクさんは本当に悪い。見えてないのにつけない。あんまない。そう、この間だけじゃん。初めて。その、大学校、なんかね。うん。すっぴん。違うでしょ。じゃあ、すっぴんとかで。ステージ。ステージはつけるよ。え、マイクさんは、悪いよ。でしょ？フォノとは話が違う。フォノつけてるけど見えない。マイコさんは見えないのにつけない。そうそう、わかる。しつけないから見えない。そう、それが正しいよね。めっちゃわかる。え、だってし見えないのに言えてるし、見えないのにステージ立つし、見えないのに番号見ようとするし、見えないから違うとこ立つ。そんなことしてない。そんなことしてない。し見えないからやっぱ他のユニットの歌詞とかも覚えれない。それ関係ない。それは関係ない。耳が悪い。耳が悪い。いや、つけてもここ何年もつけてるじゃん。さすがにちょっと悪くなってきたな自分でも思ったから、うん、つけるようにしたじゃん。でもその前は
この前ママにそんなエンジンの時にあ、コンタクト忘れたしかも、コンタクトつけた日はコンタクトの殻を片付けない殻じゃないじゃん、あれでしょ、じゃあれは、それはずっとそうよね、ずっとだろ、ね、ずっとじゃあ、あれには理由があるって言ったじゃん。え、でもあんなん理由じゃないよ、全然あれしてないよそうだよ、でもしてたら怒るからね、勝手にそで、毎回あれは理由があんの、掃除当番のやつが、でもいいじゃん、ゴミだから、どうせだったら最初から捨てろよ、最初から捨てられない、公演終わるまで捨てられないの、捨てろよ、だってそういう線洗わない、洗わない、あのさ、でもさメイクがなんかさ、たまに開いてるんよ、閉めてる、閉まってない時ない、あるんだ、あの、うん、やるじゃん、それで洗うの意味わかんなくない、それは開いてきちゃってるじゃん、でも洗浄液持ち歩くべき、何にもない日もあるもんだって確かにね、うん、ならない時もあるけど、ならないのが多いけど、万が一本当に途中でえいやだったら場合は一回ちょっとえってなったら困るから、うん、まあ確かに一応置いてんのね、からみたいな、うん、からからから、だからみんな目と歯を大切にしましょう、本当にそうだよ、急に歯はね、贈り物だから、だって目と歯ってさ、うん、本当一生じゃん、ね、お父さんにずっと言われてた、歯とかってさ、ターンオーバーだからさ、うんね、ないもんね、もう歯入ってこないもんね、うん、抜けたら、うん、歯ってそうなんです、お金かかる、目も歯もそれ、うん、優しくして生きてください、みんな、うん、大事大事、まゆちゃん目いいよね、歯もいいし目いいんですよ、でだからほのの兄弟みんな目いいんですよ、えほのだから、あ、それ言ってたね、家系じゃないの、え、でもあ、お母さんめっちゃ目あるじゃん、お母さんの引き継いだんじゃん、そう、だけどほのだけなんですよ、ほの妹とかなんとか族ぐらい見えてる。あれ何なんとか族だっけ？何族だっけ？なんだっけ？なんとか族レベルみたいな。2. 何々みたいな。レベル何族だっけそれ？マサイ族。あ、マサイ族じゃない？マサイ族ってのここにいる人たちでしょ？マサイ族だって。マサイ族だ。マサイ族なんだ、うん、マサイ族って主役いいんだ、ぐらい見えめっちゃなんかメインいいんだ、よくテレビで見る、うん、あ、そうなんだ、めっちゃ遠くからまで見える、それはもそれぐらいの主役、ありそうじゃない、え、ないんですよ、知らないけど、あ、実はないの、ないないない、まあ、普通標準、標準じゃない、まあ、困らない、標準あればわっしょいだよ、うん、で困らないもん、マイコ別にその、うん、私生活で、でもなんかこうやったら見えるし、確かに、でもこれぐらいでちょうどいいのかなとも思う時もあるでしょ、うん、でも言われた、その眼科っていうかそのメガネ作る人にも、うん、なんか、まあ、こうやってちょっとなんかそのピントがちょっと合わない感じがするみたいな、うん、でも家で使う分にはそのこれぐらいでいいですよって、あんまりきつくしすぎると逆に負担だし、確かに、マサイ族 9.0? それは見えませんわ、それは盛りすぎですわ。9.0 いいな。9.0 うちの妹マサイじゃありませんが。全然相川族ですわ。すみませんでした。いいな。全然違いました。うん、すごいな。すごいな。ちょっとだからこうなって目つき悪くなっちゃうのは本当に嫌だ。スワラも、ね、目悪、うん、良くても見つき悪いけど。さっきライン言ってる時とか、うん、確かにこうやって普段からなんじゃないじゃん、ね、よくないですよ、うん、なんかそのうん忘れた、うーん、ごめんなさい、話入っちゃったから、もうそろそろじゃんね、うん、バイバイしよう、みんなから、じゃあすがらもバイバイしよう、うん、はい、皆さん改めましてご近所数の大富豪イベント用意にしてくださりありがとうございました、ジグザグなんやつなのジグザグ、ありがとうございましたそれ M 違う違う違う、何スクショしてっていうね、はい、ありがとうございました、皆さんのおかげで美味しい焼肉が食べれるのがすごい嬉しいです、楽しんでいきます、ありがとうございます、ありがとうございます、写真送ります、写真ください送ります、
牛タンナウ前菜ナウサラダ冷麺ナウスープナウ作ります。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。終わります。オンライン特典会お願いします。